こんにちは、ゴッドクータンと申します。前回なんたらかんたらってやつを倒してめっちゃ強い装備をたくさんもらったんです。そしてそのボスを倒したことによって新しいダンジョンに行くことができるようになったので、そのダンジョンに行きたいと思います。そして撮影外でやってきたことを今から紹介したいと思います。撮影外で軽くナーガを倒しときました。でナーガを倒したことでこのナーガの鱗ってやつを8つ手に入れることができたので、これを使ってレギンスを作っていきます。じゃあナーガアーマー足ダメージゲージ3のエンチャントがついています。こいつをその鉄の鎧と交換をしてこんな感じ、まあまあ似合うな。そして防御力がダイヤ装備よりもちょっと弱いぐらいになりました。こんなガチガチ装備だったら最強のボスも倒すことができるのではないかということで行っていきましょうか。前回攻略したダンジョンのところまで戻ってきました。前回ねちょっとナーガの頭をここに置き去りにしていたので、ここでナーガさんの頭を回収させていただきたいと思います。ありがとう。あとこの台座ってやつ、これねめっちゃかっこいいよ。この台座、この台座ね置くことによってねなんかすごいかっこいいデザインになるから、この台座をちょっともらっていきたいと思う。迷路みたいなところのダンジョンをさらに奥に行ったところが次行く新しいダンジョンなんですね。でその森は赤色になってる葉っぱが、この暗い暗い森のさらに奥にあるっていう謎の森です。そこの森にいるのはでかいガスト、そのガストさんを倒すというのが今回の目標となっているわけです。それでは探索していきたいと思いますね。見えてきた。ここら辺の色は葉っぱの色緑色じゃん。でも奥に行ったら葉っぱの色が変わって今度は赤色になってくるんだよね。この赤色の場所こそが今回行くダンジョンのバイオームですよ。なんか見えてきたな。あっちになんか建物らしきものがあるぞ。小人サイズだからさ、葉っぱと葉っぱの間がよく見えるんだよね。このサイズだったらもう開けてる。普通の平原と変わらないぐらいの位置だから、この大きさだったら普通にダンジョンの場所がわかりますね。はい、これです。これが、なんたら、カンタラタワー。でかっ。めっちゃでかいし、クソかっこいいな。中に入る前に何度も何度も死ぬ可能性があるので、一旦ここで、リスポーン地点を固定したいと思いますね。あと、この中にロストしたくないアイテムとかを入れておきますと。それでは、ダンジョンの中に潜っていきたいと思います。ちなみに今回ね、持ってきた武器がね、これ、守りの杖ってやつ。この守りの杖は今回のボス戦で使う予定なので、まあ、どういう使い方をするのかは、後でのお楽しみということで、上の方にブロックを登っていきたいと思いますね。こうした方がよっぽど安全だし、楽に行くことができるので、それでは、上に登るまでカットしておきます。ガストいる、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 ガスト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 、普通のガスト？違うな、なんか色が違う。カーミナイトガスト。カーミナイト？あ、熱い、熱い。カーミナイトって何ですか？すごいかっこいいな。ストップ、ストップ、ストップ、ストップ。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。大丈夫、大丈夫。普通に僕登るだけだから、何も怖くないよ。何も怖くない。何も怖くないから、何も怖くない。よし、来たー。バカめ。僕に逆らったから、そういう目に遭うんだぜ。てか、このダンジョンガストいるんですね。さっきも言ったけど、多分このダンジョンのボスは大型の歌のガストなんですよ。だから手下もガストっていう、そういう設定かもしれませんね。もう、何、キリがないな、お前ら。知ってくれ。僕は君たちと戦いたくないんです。普通に頂上に行って、でっかいガスト討伐して、普通に帰るから、君たちの拠点を荒らすような真似は、ね、全然しませんよ。だから安心してくださいね。ここまで来たけど、上に行くにはちょっと入り組みすぎているな。水バケツを用意しておこう。こっち側に登りますね。ガストさん、あんまり僕のとこ攻撃しちゃったらさ、このお城に傷がついてしまうよ。そんなの嫌でしょ？多分ボスさんも怒っちゃうし、それに自分の家はやっぱり大切にするべきだな。てか、このさ、ダンジョン？ネザーチックな雰囲気がするし、ところどころからブレイズのような鳴き声が聞こえてくるね。もしかしたら、ネザーをモチーフにした建物なのかもしれませんね。まあ僕にとっちゃ知ったこっちゃねえけどさ。いくらこのダンジョンの中のギミックがすごかろうと僕にとっちゃ関係ねえ。普通に、危ない危ない危ない。ガストがいても、構わず登っちゃえば。ないね。松明やめろ、松明やめろ。ほんとうざい。やめろやめろ。まじ。危ない。一旦中入る。中。こんにちは。中はなんかブロックがやたら硬いな。僕の腕力じゃどうしても壊すことができなそうだ。で、思ってるブロックがもう残りわずかなんだよな。さすがにこのブロックの数だったら厳しかったか。
まあいや、こっからは普通に中を探索していこうかな。なんだこのブロックは？レッドストーンみたいな感じ？右クリックしたら勝手に開くような、そんなギミックですね。あれ？このダンジョンってもしかして中身の機材めっちゃ美味しかったりする？あー、最悪だ。階層のダイヤモンドとかもちゃんと回収するべきだったな。高いところにブロック積んで登るような方法だったら中のチェスト無視しちゃう形になっていたから、それはちょっともったいないなって今思いましたけれども。まあ、いいや。ここは何ですか？こっち側に水があるから、こっからこうやって普通に登れそうだ。あともうちょっと、多分向こうが屋上だよな。楽勝だな。普通にこう、早く上に登ろう。ブロックの今ある数だけで足りればいいんだけど、あと15個しかないから、多分足りないだろうな。周りにはさ、いろんなお部屋があるからさ、でかい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 、僕に気づかないでください。水があるじゃん。水使えば、こうやって登ることができるじゃん。こうやって登ってしまえば、あ、ダメだこれ。自分の大きさがさ、小さすぎて、この方法だと、ちょっと時間がかかってしまうな。あと、泳ぐのすごい、すごい難しいわ。やっぱやめよう。壊して内側に入ろうと思う。こんにちは。入れるかな？すごい謎解きチックなんだけど、やってみ、ああ、そっか。小人だから別に落下ダメージそんな食らわないんだった。危な。今の普通サイズだったら僕死んでたな。よかった。小人で。だから空気抵抗がさ、少ないから落下ダメージもそんなに効かないんですよ、これ。で、これ何？どういう状況？何をするんですかい？これどういうギミック？ああ、これなんかすげえかっこいい。かっこいいし、ダイヤモンドたくさんあるからもらいましょう。エクスペリメント115。食べ物かな？ありがたくもらっておくけどさ。いい感じのブロックがねえな。じゃあ上に登っていこう。なんかの謎解きっぽいけどさ、僕謎解きあんま好きじゃないんだよな。あち。何これ何これ、あ、自分が見た方向にブロックを置いてくれるみたいな、そういうブロックなのかもしれないな。はい、はい、はい。こっち側に行きたいです。こっち側に行きたいですっていう時は、こうやって見て、おー、これはかっこいいね。ちゃんとした謎解きダンジョンって感じがして、素敵だと思います。1マス。あ、上に登ることもできるの。はい、はい。上に。スタップ。あ、15マスまでしかこれいけないのかな、レッドストーンだからって理由で。なんかめんどくせえな。普通にブロック作って登ろ。でもブロックが。え？ブロックを置こうとしても置けないのか。めんどくさ！水使うわ。なんかこういうパズル系ってさ、僕嫌いなんだよね。ダメ。小人すぎて登れねえ。くそ。くそ、難しいしめんどくさい。なーにこれ。もうすごい大変だな、これ。操作の方法がとてもやりにくいですけれども。はい、ここまで登ることができました。これは一体どういう感じですか？レシピかな？ガストの涙と、あとこの変な粉。これ何？ボーラーエッセンスっていう、このボーラーエッセンスとかいうやつを使うことによって、このカーミナイト？これを作ることができるっていう、そういう風な説明がここに書いているんですね。まあ、もらっておこう。でね、このカーミナイトってやつ何に使えるかっていうと、これ、モブボトルっていうアイテムを作るのに使えるんですよ。僕が実況しているサバイバルシリーズはおなじみのアイテムだと思うんだけれども、モブを閉じ込めることができるブロックだね。これもいつか使ってみたいと思いますよ。何これ？え？これは？レッドストーンブロックを内側に置くことによって何かが起きるよみたいな、そういう感じのパズルですか。こっちか。ダイヤ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 。あれ、なんか壊せない。なんか音です。なんか音する。なんか音する。なんか音する。壊れてる壊れてる壊れてる。ちょ、やめろ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 。バナか。くそ、なんて悪趣味なもの作り上がるんだ、このモッドの制作者さん。プレイヤーの心理をうまくついた素晴らしい仕掛けですな。なんか普通に上に行けちゃった。そして僕がここにいてもなかなかスポーンエッグが開かないな。僕さ、なんか、このダンジョンに来るときに、このガムテープっていうアイテムを持ってきたのよね。黄昏の森って優秀なことに、ピースフル状態だったら、ボスは湧かないんですよ。で、僕の目の前には、こんな感じで、スポナーがあるわけでしょ？うん。あ、ガムテープで右クリックしました。
ウルガストのスポナ。おや？おやおやおや？そうだよね。わざわざさ、こんなところをさ、危険を冒してまで、ボスにとって有利な場所で戦う義理なんて僕にはないですよね。むしろ僕は大きさが小さくなっているから、ウルガストさんがでかいわけで、ウルガストはでかくて僕は小さい。そんな不平等ですよね。で、それっていいことですかね。まあ、良くないよね。だからさ、公平を、あくまでも公平を期すためにもさ、ウルガストさんには僕にとってとても戦いやすいフィールドで戦ってもらうことにしましょうか。ちょうど今、スポナーを回収したのでね、こんな足場の悪いところで戦ってしまったら足首くじいてしまって怪我するかもしれないからさ、あとついでにこのダンジョンにあるお宝とかをあらかた回収してから家に帰りたいと思う。いい、何お前ら。カーミネイトブルードリングってやつと、あと、ピンチビートルっていう、かっこいい虫さんがいますね。あんまり僕には関係ないことなので、普通に地面に落ちていきたいと思います。ちっちゃくていいね。落下ダメージがほとんど感じないぐらい背が低いから、風の抵抗も受けないし、ダメージを無駄に食らうこともない、素晴らしいことですな。なにこれ？あれ？これ、いけないの？嘘、なんかパズルみたいにやんないといけないタイプ？めんどくさいから、実行から壊して中入っちゃおう。もうほんと、あれだよな。あの、雰囲気ぶち壊しだよな。そういうことするのってほんと良くないと思うわ。クリーパーだ。クリーパー。あ、バカバカバカ。水着地。うまいコットコータうまい。今の水着地はさすがにマイクラプロレベル。ってことで、幼稚に帰って、ウルガストさんをしばきたいと思いますね。せーの、ぴょん。ただいまより、ウルガストを討伐したいと思います。ウルガストを討伐する場所は、こういった開けた場所だと、ウルガストは空を飛んで上から火を放ってしまうので、なるべく僕にとって戦いやすいフィールドを選びます。それは、地下です。地下に当たり判定のとてもでかいウルガストさんを召喚します。するとどうなるかというと、ウルガストさんは地下にあるブロックで生き埋めになってしまい、窒息ダメージを食らってしまいます。もうそうなってしまうとゴッドクーターの価値格も価値格です。このガストトラップっていうこのアイテムが必要なんですよ。このガストトラップっていうアイテムは空を飛んだガストを地面に引き戻すっていう装置で、で、これを使うことによって進捗をクリアすることができるんだよね。タワーウッドの不思議な装置ってやつ。これをクリアしてから、ウルガストを討伐と。いきますね。はい。今、出現しましたね。しかし、落下ダメージ食らわないみたいで。えい。いや。あれこの子全然動かないぞ。あ、ウルガストの姿が見えないけど、まあいいや、このまま倒しちゃえ。あ、なんか変な涙たくさん流してるな。ちょっと、僕、殺されるの嫌だから。よし。今、このね、守りをね、固めました。トワイライトリッチさんが落とす守りの杖というアイテムを使うことによって、この完璧な防御力をつけることができるんですよ。これによって、このウルガストさんの攻撃は無力化することができます。炎の攻撃力10あるのに、ウルガストに対して3とかしか攻撃することができねえな。ただ単にこいつは3以上のダメージを食らわない特別な肉体をしているってだけか。結構便利な肉体してますね。まあ、ですが、ゴッドクォーターはそんなん関係ありません。ウルガストくんがいくら空を飛んで、いくら大きな肉体を持っていて、いくらめっちゃ強い攻撃を持っていて、いくら足場の悪いところで戦うような卑怯なボスだったとしても、ゴッドクォーターさんのこの完璧な策略にはまってしまえば、君はもうなすすべもなく倒されるんですよ。申し訳ございませんね。今体力が126か、あと何発か殴ってしまえば、君は織田仏ってことか。かわいそうに、ゴッドコータンがあまりにも頭の回転が良くて強くって、でもってちょっと卑怯で真面目に戦おうとするような勇気がなくって、ちゃんとこの子の場所で戦っていれば絵面的にも、そして、まあ、対等に戦えたっていうのに、体も小さくなって心も多分小さくなっちゃったんだろうな。勇気が出ずにおじけづいて、こういう自分にとって有利なところでしか戦えない醜い人間になってしまいましたよ。ああ、神よ、ゴッドコータンお許しください、なんて、臭いセリフを言ってみましたけれども、いかがだったでしょうか。体力は40になりましたね。もうアイアンゴーレムと同じぐらいですが、この斧を何発か殴ってしまうだけで、どんどん減ってしまいます。今体力は24とかだな。確かウィッチと同じぐらい。今体力は19。1ダメージ食らったゾンビと同じぐらい。そして今倒れました。
あっけな。あ、ごめん、なんか僕強すぎちゃったみたいで、申し訳ない。灼熱の涙ってのと、ウルガストトロフィーってのを手に入れました。カーミナイト。うん、かっこいいね。あと、この涙。灼熱の涙と鉄インゴットをクラフトすることによって、灼熱インゴットみたいのがクラフトすることができるみたいだ。防御力が今まで持ってるやつの中で一番強いみたいだな。灼熱の涙ってやつが大量に必要とするらしい。あとこの灼熱のツルハシって自動精錬と書いてある通り、おそらく鉄鉱石なんかを壊したら鉄インゴットとしてドロップするような便利なアイテムなんだろうな。あと灼熱の剣、対象を炎上させる。これは一番弱いと思う。多分普通の火属性の剣と同じような効果だと思うな。ってことで、灼熱インゴットってやつを手に入れることができました。まあ手に入れたのはこの涙なんだけれども、あれ僕なんか強いのか、それともあんまりなんかよろしくない戦い方をしてしまったみたいだけれども、あ、こんな見た目してたんだね。すげえダサい。ウルガストさんを討伐したしちゃいました。ありがとうございました。あ、いいね。あ、これだ。いいね。もうほらもうウルガストと今対峙してますよっていうような絵面が取れました。小さくてよかった。じゃあ、治療に戻るか。ってことで、今回はここまで。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また別の動画を見てね。バイバイ。